お疲れ様です。斉藤ジョニーです。現代ブルーグラスのフラットピッキング革命へようこそ。ここまで、お付き合いいただいている皆さん、いかがでしょうか。まあ、ブルーグラスというね、必ずしも日本ではそこまでメジャーとは言えないこの音楽について、まあ、どこからどういう切り口でどういう伝え方で皆さんに解説していこうかっていうのは、まあ、常日頃悩みながらですね、試行錯誤を繰り返して、この連載を続けさせてもらっています。もし皆さんの方でもですね、このことについてもっと知りたいとか、この曲を解説してほしいみたいなリクエストとか意見があればですね、ぜひコメントに、残しておいてもらえると嬉しいです。はい。前回前々回とブルーグラスはだいたい3つのプレイキーで演奏することが多いですっていう話をしました。まず G プレイ、 C プレイで、あとは D プレイですね。はい。つまりコードを番号で表した時のその1番目のコードをどのポジションで弾くかによって、こうプレイキー分類してるわけですね。今回やるのは C プレイですので、この1のコードがこの C の押さえ方をする、ね、このポジションで弾くプレイキーです。でこの C コードを1とした時の、まあ、3コードですので、 C、F、 これが4ですね。で5は G、 C、F、G、Cっていうね、まあこの辺は大丈夫だと思いますけれども、これが一応 C プレイの基本的なフォームになります。 F はこういう風に、握る感じで押さえる F を使うことが多いです。で G なんですけれども、これはあのブルーグラス G ではなくて一般的なこの G の押さえ方で押さえることが多いです。 C、F、G、C です。で C プレイはですね、楽しいと思います。正直いくつか理由があって、和声がまずすごく分かりやすく美しいということですね。例えばこの G プレイの時のこの G のコードの押さえ方を見ると、これは全部1度と5度で音が並んでいます。でこのことからも分かるように、 G プレイっていうのはこの1度と5度の和音っていうのをすごく強調するプレイキーなんですけれども、対して C プレイにはこのまあ C のコードの押さえ方見ても明らかなんですが、ドレミ、この3度の音がまあ入ってきますね。綺麗にドミソって C コードって並んでますよね。でそういうのもあって分かりやすくその和音が豊かに聞こえるんですよね。でこれはまあ F もそうだし、でまあ G も、あとポジションの特性上すごく美しい和声進行が作りやすい。で例えばこの2弦から3弦、4弦、この3本に着目した時にですね、例えばこういう進行ね、これあの F、C、GC っていう風にまあ進んでるんですけれども、このすごく綺麗な和声進行になってるのが分かりますよね。これがこうなんていうか朗らかで、まあなんかこう牧歌的な感じっていうんですかね、すごく昔懐かしい牧歌的な雰囲気っていうのが得られる。これは C プレイのすごく、大きな特徴の一つで、であともう一つはその C プレイって結構有名な曲が多い例えばカーターファミリーのワイルドウッドフラワー、これはまああの C プレイで弾くのが一番一般的ですし、あとはドック・ワトソンとかで有名なブラック・マウンテン・ラブですね、とかもそうだし、でしかもメロディアスな曲がね結構多いんですよね、ねとかみたいな感じで、G プレイが割とブルージーなフレーズが多かったのに対して、 C プレイの場合結構こういうドレミファソラシドってこう綺麗に音の階段が積まれたフレーズっていうのがすごく多くてですね、ですから親しみやすいメロディーが比較的多いんです。
まあ、その分 G プレイみたいな自由度はあんまないんですけど、単純にこの曲を弾く楽しみみたいなところで言うと、やっぱ C プレイっていうのはすごく楽しいキーなのでおすすめのプレイキーです。それではここからはですね、本誌に掲載されているフレーズを実際に演奏していくパートになります。詳しい解説は本誌の方に書いてありますので、まだ持ってない人はぜひ買っていただいて、でこの動画と合わせて、一緒に楽しんでいただければと思います。それではやっていきましょう。